ここよ。この辺の残骸を組み合わせると潮の魔人に関連するものに見えるの。ヒント通りにある角度から見ると装置は解除できる。解除できたのに封印は微動だにしないの。それはもう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ。ああ、俺が案内しよう。ここ、ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど、石碑に明かりをつけた後何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。そしてヒントは魔人戦争に関する文章の中にある。南は天候、東は陽光、西は絶運、北は計策。広いリーウェに居場所がないとは。え？なんだって？意味がわからないぞ。それ、聞いたことがある。ああ、この文章は潮の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるためリーウェ各地を歩き回った。しかし、あの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後、彼女が見つけたのは、今の地中の潮という場所だ。でも、その安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも、早く封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから、さあさあ。天候は南、陽光は東、絶運は西、計策は北。このヒントがあればお前もわかるだろ。裁きの雷。ふふ。いざ。あら、出かけるの？できたわ。さすが勝利殿。多少知識があっただけだ。さあ、
封じられた秘密を明らかにする時が来た。何か用ですか？無用の争いを避けるため遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう？契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか？ありえない。それはこっちのセリフよ。塩の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは分かった。塩の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。塩の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。